どうもよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。小林幸喜さんはですね、2005年の郵政民営化、はい、衆院選で、まあ、郵政民営化に反対されまして、はい、小林さん、自民党の公認がないの知ってますかってマスコミに言われて、いや自民党では実はもう郵政民営化本会議で反対した人ね、全部党の公認が出ずにね、そこにろくでもない刺客っていうのが派遣されるんだよと。小池さんっていう女性がいるんですけどね、小林幸喜さんをやっつけろって小泉さんに言われて公認公として来るんだよって、もうふざけるなって感じでしたよね。何の力もなくてね、ただニコニコ笑って手を振るだけっていうね、アンポンタッカーっていう感じでしょ。もう私は悪の化身って呼んでますけどね。そういう理系オリンピックを作ったのは誰なんだ、それについて政治責任喋ったことありますか。彼女オリンピックオリンピックオリンピックって言っててね、自分はオリンピック出たいからね、大会大卒の好きだからね。その結果どうなったかっていうと、当時コロナが流行ってましたよ。早く受け打たなきゃいかんって、コロナはこの世の中ね、東京でバタバタとコロナがね感染しだして倒れていくのを見てもほったらかしてオリンピックオリンピックって言ってたんでしょ。さすがにみんながひどすぎて止めてやったオリンピックを一年延ばしましたけどね。誰考えたらこんなんぽったんな知事かと思うじゃないですか。ただ利権だけでしょ。そしてあと何、もっともっとその不動産業者と多分親しくなったんでしょうね。オリンピックなんかでいろいろ施設作りましたから、小池さん、もっともっと施設作りましょうよ、どこがいいのね、空いてるとこったらそのね神宮の森ねってね、ここの森をねバンバン切り切っちゃいいじゃない、バンバン切り出してさすがにひでえじゃないか。そういう人が私に電話来ましたよ。小池さん止めてちょうだい、ね、今の選挙が近づいてると静かになったみたいで、こんなの当選させたらまたやるやつに決まってるじゃん。もう不動産業者とオリンピック見ても分かるときは切っても切れない仲なんだから、ね、東京オリンピック、そしてまた明治のね明治神宮、この森を壊す伐採ね、もうこれだけ利権利権利権のおばさんでしょね。何の力もなくてね、ただニコニコ笑って手を振るだけっていうね、アンポンタッカーっていう感じでしょ。もう私は悪の化身って呼んでますけどね。